アニメプレスです。お願いします。正田さん2年連続、はい、まさか東京国際映画祭のアンバサダーで選ばれた気持ちをお聞かせいただけますか？そうですね、最初はとてもプレッシャーも感じましたけれど、はい、去年はできなかったことだったりとか、はい、自分の気持ちをこう積極的に発信していくことだったりを、はい、今年は自分からこうしていこうかなというふうに思えたきっかけにもなりましたし、こうやってコロナ以来華やかな、はい、場を取り戻せた映画祭にこうアンバサダーという立場で立ち会えてとても嬉しく思っています。はい、ありがとうございます。で今日のドレス本当に素敵で足元もすごく素敵なんですけれども、どうやって選ばれたんですか？これは東京国際映画祭ということで日本のデザイナーさんにお願いして敬愛する田中大輔さんという方にお願いして作っていただきました。じゃあオーダーメイドですか？一部そうですね。でも商品として売られているものもあります。ぜひ国際映画祭で楽しみにしていることはありますか？そうですね、今年は111本という上映作品で去年の3割以上数多い作品が上映されるのでとても気になる作品たくさんあるんですけど、アジアの未来という部門でインド映画があるんですけど、個人名の監督ではなくてこうクリエイター集団の方々が制作した映画がありまして、それはとても興味深いなと思っております。アンバサダーとして3年ぶりのレッドカーペットを開催できたので、はい、お願いします。そうですね、本当にコロナ禍以来やっと取り戻せたという気もするのでとても嬉しく思いますし、ますます東京国際映画祭が盛り上がっていくように自分も魅力ながら力を尽くせたらいいなと思っています。今年は111本という本当にたくさんの作品が上映されて、その中にはワールドプレミアといって世界で初めて上映される作品もたくさんありますので、ぜひこの機会に立ち会っていただけたら幸いです。遊びに来てください。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。ではポテトシティルズさん、はい、一言お願いします。はい、